1977年のサルフツ駅と周囲約500メートル範囲。上が南稚内方面。相対式ホーム2面2線、駅裏に副本線、駅舎横の浜トン別側に貨物ホームと引き込み線を持つ。貨物ホーム側に木材が望みされているが、駅裏のストックヤードは使用されていない。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成サルフツ駅は、北海道宗谷郡サルフツ村アザサルフツに、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はサフ、天甘根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に、廃駅となった。廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する、地上駅であった。ホームは、 線路の東側に存在した。かつては、単式ホーム、島式ホームを複合した計2面2線のホームと、線路を有する列車交換が可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央と島式ホーム北側を結んだ、構内踏切で連絡した。駅舎側が上りの一番線、島式ホームが下りの二番線となっていた。 島式ホームの外側に一線を側線として有しており、その他一番線のオトイネップ型から分岐し、駅舎南側の切り欠き機部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の木造駅舎が残っていた。駅舎は校内の東側に位置し、ホーム中央部分に接していた。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の 猿、ツに由来する。村名と同名の駅であったが、村の中心部には位置していない。周囲は、落農地帯であった。2001年時点で、駅跡地には、鉄道関連施設は何も残っていない。2010年時点、2011年時点でも、同様であった。バス待ち合室があるのみである。駅名標の枠から取り外された。 駅名表示部分は、鬼し別駅跡に建築された、鬼し別バスターミナル1階の天北線の資料展示室に保存、展示されている。また、周辺の線路跡は、浜東別駅跡から東駅跡までは、北オホーツクサイクリングロードに、東駅跡から、鬼し別駅跡までは、北海道道線89号サルフツ鬼し別線に、それぞれ転用されている。ありがとうございます。